母さん。春彦です。春彦。母さん。大きくなったね。ごめんね。お母さん、ごめんね。この本、ずっと持ってたんだね。忘れてた。あなたが初めて夢中になった本だもの。母さん、会いたかった。よかったね、春彦。こうして俺は母さんとの本当の再会を果たした。事実を隠そうとした荒屋敷社は厳しく責任を問われることになり、得意能力を奪われた人々もみんな元に戻った。なんだか面白くないな。私が春彦の一部なんて。一部というより双子みたいなものじゃないでしょうか。そうね、もともと一つだったわけだし。双子か。よしよし、お姉さんと呼んでいいからね。え、お前が上？今日もシール交換したんですよ。小糸さんにもあげますね。ありがとう。私も欲しい。うん。そういえば、あの絵本にこんなやつがいたな。春彦、早くしろ。ああ、皆さん揃いましたね。今回の依頼は少し大変ですが、あなたたちなら問題ないでしょう。やっていただけますか。はい。ファントム、それは人間の脳が生み出したリアルな幻影。俺たちは幻想と現実が曖昧になった不安定な世界に生きている。だけど俺はこの世界が結構気に入っている。